はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブチャ島田です。スーパーに行くと大量の焼肉のタレがあって、どれにしようか迷っちゃう、そんな方も多いんじゃないでしょうか。でも安心してください、今回は焼肉屋目線でスーパーの焼肉のタレを実際食べて詳しく解説しちゃいます。これで焼肉のタレで迷うことはありません。それでは早速やっていきましょう。今回用意した焼肉のタレはこちらの8種類です。基本的に醤油ベースのタレで統一しました。甘口辛口などバリエーションがあるものは中辛で用意しています。今回は一番よく食べ慣れている基準としてホルモン島田の醤油ダレも用意しました。それではエントリーナンバー1番エバラ黄金の味中辛、エントリーナンバー2番日本食券宮殿中辛、エントリーナンバー3番焼肉のタレジョジョ園、エントリーナンバー4番エバラ焼肉のタレ、エントリーナンバー5番キッコーマン我が家は焼肉屋さん中辛、エントリーナンバー6番牛角炭火焼き風醤油、エントリーナンバー7番そうみ焼肉のタレ、エントリーナンバー8番ホルモン島田醤油ダレ。タレをお皿に入れ終わりました。パッと見た感じもそれぞれ個性があって違いますね。それでは早速焼いたお肉に実際つけて食べ比べていこうと思います。いただきます。今回はカルビを使って検証していこうと思います。基本的に自分はカルビはタレ一択だと思っているので、タレとの相性は間違いないでしょう。もちろん肉といえばご飯の準備も欠かせません。それでは焼いていきます。まずは1番エバラ黄金の味中辛、フルーツベースと書いてあるだけあってフルーティーさは際立っていました。リンゴが3分の1というのも納得です。甘さと程よい酸味があって、でも食べ慣れた味というかどこか安心感がありました。ドロッと粘度が強めなので、漬けダレとしては少し濃すぎるのかなという印象もあります。もみダレとして下味をつけたりする場合は逆にこの粘度がしっかりと味付けできて良さそうです。中辛ですが辛味は抑えられていて、子供や辛さの苦手な方でも美味しく食べられそうです。2番日本食券宮殿中辛、こちらの商品は果汁とジャンのコクが売りのようです。正直果物や野菜の甘さよりもコチュジャンの甘みが強めで、辛いほどではないですが程よくピリ辛で食欲そそります。玉ねぎなどの具材の食感もあり満足感高いです。油系のホルモンなどと相性良さそうです。あまり焼肉のタレっぽさないですが、このままごま油とタレを混ぜてユッケ作ったり野菜炒め作ったら美味しそうです。3番焼肉のタレジョジョ園、第一印象は鋭い甘さです。果物系の食材は入っていないので砂糖のシンプルな甘さが際立っています。結構サラッと系でごま油の風味も感じられて、タレ自体は何にでも合わせやすいかなと感じました。お肉にサラッとかけてから焼くのも良さそうです。一番使ってる原材料少ないのに一番高いのはさすがジョジョ園。レモン果汁や酢と混ぜるだけでも中華ドレッシングとしても使えそうです。このまま煮詰めて韓国風照り焼きとか作っても美味しそうです。ちょっとお値段高いですけど、焼肉のタレって冷蔵庫で余りがちなので応用できると助かりますね。4番エバラ焼肉のタレ、口に入れた瞬間黒蜜の独特な風味を強く感じました。サラッと系で特に中辛などの記載はありませんが、ピリッと辛さを感じます。今回買ったタレの中では値段量を考えるとコスパは一番いいので、この味が好きな人はかなりお得な商品かなと感じました。チャーハンとかの隠し味で入れても良さそうです。5番キッコーマン我が家は焼肉屋さん、第一印象はなんか家で食べたことありそうな味、いい意味で食べやすい味でした。中辛ですが他の中辛に比べると少し辛めな印象、ただ目立った味の主張は少ないので焼肉以外にも使いやすそうです。ニンニク足したりコチュジャン足して味変したい方はこれくらいの味の方がいろいろ変化楽しめていいかもしれません。6番牛角炭火焼き風醤油、正直これは自分の好みではないです。一言で言うとすごく科学的な味がします。もし褒めるとすれば冒険する勇気すごいです。炭火焼き風を選んだのが良くなかったかもしれません。頑張って炭火の匂いを表現しようとしたことが裏目に出ています。これはちょっといただけないです。このタレが好きな人がいたらごめんなさい。7番そうみ焼肉のタレ、今回買ってきた中で特に香味野菜の味をダイレクトに感じました。ニンニク生姜のパンチが強めで好きな人と嫌いな人がはっきり分かれそうなタイプです。贅沢にごま、粗唐辛子、すりおろした具材が入っていて見た目のインパクトは大です。一番複雑な味で旨味などが計算されているように感じます。これを使って野菜炒めとか作るだけでそれっぽい味が簡単に作れそうです。冷蔵庫にあると便利そう。8番ホルモン島田醤油ダレ、サラッと系のタレで材料を加熱しない生ダレなので今回のタレの中で一番フレッシュ感がありました。いろいろ食べ比べるとうちのタレは改めてニンニク強めの攻めたタレだと感じます。基本的にうちでは肉系のもみダレと漬けダレとして兼用で使っています。ホルモン系は別で味噌ダレを用意しています。あと今回は下味なしで肉を焼きましたが、下味をつけてから焼いた方が自分としては美味しく、ご飯もより進むし焼いた時の匂いも食欲そそるので大事だなと感じました。
はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。タレの食べ比べいかがでしたか？今回こうやっていろいろなタレを食べ比べて新たなタレを開発したいなとも感じました。もしそういった動画も撮れたらまた載せていこうと思います。もしこのタレが美味しいですよとか、このお店のタレがうまいとかあればぜひコメントお待ちしています。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。これからもホルモンの仕込みや焼き方、簡単な料理レシピなど詳しく動画にしていきます。もしこの動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。